はいどうもこんにちは今回からは磁場中を運動する過電粒子いわゆるローレンツ力ですねローレンツ力の問題を扱っていきたいなと思います今回扱っていくのは基本的な問題で円運動を描いていくローレンツ力を受けて円運動を描いていくそして螺旋運動をしていくっていう問題を扱っていきたいなと思いますしっかりとこの問題で基礎を固めていきましょうそれでは一緒に頑張っていきましょう はいそれではやっていきましょういつものように問題は概要欄にリンクを貼っていますので一度問題を解いてからまたこの動画に戻ってきてくださいはいそれではね問題の概要から見ていきましょう ちょっとね、今回図は省略しているんですがここにね電圧をかけて電子を加速させてるんですね電子銃を作ってるんですねで加速された電子がこ,うこの隙間を通ってまっすぐ行くでこっち側にもね同じ電子銃があって同じ電圧で加速されてまた同じように隙間を通っていくんだけども同じ角度 θ で傾いて進んでいきますよというところなんですねはい、じゃあまず A やっていきましょう A はこの電圧 V で加速された電子がその電子銃から出てきた時の速さはいくらなのかというところなんですね じゃあもちろんこれ電圧によって加速されてどん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 速くなっていく運動エネルギーが増えていくんですよね。じゃあ運動エネルギーがなぜ増えるかというと物体、電子に力が働いてその力が仕事をするからでしたね。じゃあ電子に働く力はこの電圧によって 受ける力ですね電波が生じてますから電波から受ける力要するに電圧電波によってなされた仕事っていうのが運動エネルギーの変化をもたらしているということですねはいでは運動エネルギーの変化見ていきましょう今現在の速さを V としてあげると運動エネルギーは分のの 1mV 乗最初は静止していたということですから0ですね、はい、あとは仕事の部分ですね電圧 V によってなされた仕事っていうのは W=QV から計算することができました今電子の電気量がマイナス e 電圧が V で 明らかに今正の仕事をしてますから絶対値の −e×v ですね。はいよろしいですかねあとは計算してあげるとこの出てきた時の速さ v っていうのがルート m 分の2 v と計算できるということですね。はいそれでは B の問題やっていきましょう。B の問題はこの電子がですねこの隙間を通った後はこれ時速密度 B の磁場がですね右向きにかかっているんですよね。その磁場のからの力を受けることによってまあ A 運動をしたりとかするんですけどそしてこのスクリーン上に到達するんですね。スクリーン上に到達すると まあ光るようになっている蛍光点がでできるるよううにななっているということとこんですねで蛍光点どちらかの電子の蛍光点がここら辺にある時にもう一つはどこにありますかという問題になってるんですけどそもそもがですねどんな軌道を描くかのかっていうことがしっかり分かってないと分かりませんからまずそこから見ていきましょう。 まずですね、磁場が右向きになってますから磁場から力を受けるのはこの垂直成分でしたから今ね例えばこの電子がこの斜め右上方向に運動しているこの瞬間を考えてあげた時に磁場に対して垂直な成分はこれ上向き成分になってますから Vsinθ になってるんですね。 ではこの時ローレンツ力の向きはどうなってるかというとまず電子ですね電子の運動の向きが上向きなのでここから電流の向きを無理やり定義してあげると電流の向きっていうのはプラスの電気の動きで考えることができましたからマイナスが上向きに流れてるんだったらばプラスの動きは反対向き下向きになりますから電流の向向ききが下ですよねそして磁場の向きが今この人から見た図で考えてますので向こう向きになってますね。 なので、このホワイトボードに向かっていく向きになってるんですね。なので、電流中指の向きが下向き磁場の向きが向こう向きなので、親指が右向いてますから。今回ローレンツ力が右向きですよね。 はい、よろしいですかね。なので、ローレンツ力が円運動の中心を向いてますから、この先に中心があるんですね。だからここら辺が中心だと考えてあげると、こういう円運動をしているように、この人から見えるということなんですね。はい、よろしいですかね。これがちょっと順番前後してしまうんですが、C の答えになっているんですね。片方の電子の動きになっています。あとは、 この人から見たらこういうね円運動をしてるってことが分かったんだけども Vsinθ ですねこの Vsinθ だけではなくてこっち向きにもね速さ Vcosθ を持っているはずなので向こう向きにも進んでいってるんですよねなのでこの人から見たら円運動をするんだけども円運動しながらこの右向きに Vcosθ で進んでいるのでこういった螺旋軌道を描いていきますよということなんですね。 はいじゃあもう一つの電子も見ていきましょうもう一つの電子は今下向きに運動してるんですねこっち見てあげると下向きに運動してるとじゃあ電流の向きを無理やり定義していきたいんですが電流の向きっていうのはプラスの電気の動きで考えていきましたのでマイナスの電気が下向きだったらプラスの電気で考えたら上向きの電流になるんですね はいなので中指が上向き磁場の向きが向こう向きですからローレンツ力が左向きはいよろしいですかねあとはこれ円軌道が分かりましたそして初速度の方向が分かってますからこういう円軌道ですね時計回りの円軌道を描いてるってことが分かりましたじゃあ今この電子がこのスクリーンにぶつかった時ちょうどこの点 P にいたってことが今与えられてるんですね じゃあその時もう一つのこっちの電子がスクリーンにぶつかるときは、ね、ここで分かっといてほしいことは何かというとこのローレンツ力だこの人から見てですねこういう方向に働いているのでこの方向とかこの方向とかこの方向とかに働いてくるんですね。なのでこの右向き左向き方向には力が一切働いていませんのでこの方向右左方向については等速直線運動をしてるんですね。なのののでででここ電電子子ああっっててももたとしても こっからここまでにかかる時間というのは一緒なんですで今回は同じ円の軌道を描いてますからこっからここまでにかかる時間が一緒だったら回転する角度も一緒な,なわけなんですよねなのでこれがこっからここまで回転したんだったらばこっちも同じこっからここまでですね同じ分だけ回転しているということがわかるんですよねはいよろしいですかねなのでこっからここで回転した角度とこっからこっち向きですかね回転していくね こ,っからこここからで回転した角度が一緒になっているということなんですねでこの P と Q を結んでみましょう P と Q を結んであげた時にこれ同じ三角形できてますよね半径が一緒でここの角度が一緒ですから同じ三角形ができてるんですよねなのでこことここが同じ角度になってるってことはあこれが対頂角の関係になってるわけですからこれが直線になってるとなのでちょうどこれがこの接するとこですね円軌道同士が接するところこの 隙間のところですね。隙間を通る直線になっているんですね。なので、Q の位置というのは何かというと、この隙間を通る位置を通る直線ですよね。それに対して対称な位置になっているってことがわかるんですね。はい、それでは C やっていきましょう。C はこの F1 ですね。こっちから来た電子の軌道を書いてあげましょうと。この人から見た軌道を書いてあげましょうと。こっちから見た場合ってのはちょうど そうですね、この方向成分で見てあげると上向き速度成分を持っているものですがこっち側ですねこっち側。なのでこれが F1 から出たやつこっちが F2 から出たやつになってますからこっちですねこの軌道が C の答えになるんですねはいそれでは D やっていきましょう D はこの人から見たら円運動をしてますから例えばですね こういう円運動をしてるんですねちょうど手前側に来るような円軌道あるいは奥に行くような円軌道をしてるんですけどこう手前側に来る円軌道をしながら右に進んでいくんだけどちょうど1回転した時にまたここに戻ってきてますから中心軸に戻ってきてるんですよねなので円軌道の周期が今回求めたい中心軸を通過する周期になってるんですねはいなので円軌道の周期を求めていきましょう円軌道の周期を求めていくためにはどうやって考えていけばよかったかというと 1一周するのにかかる時間が周期でしたから1周は半径を r としてあげると 2πR ですよね今ローレンツ力は運動方向に対して垂直ですから仕事をしませんから速さ変わらない vsinθ のまんまなんですね。 なので距離円周 2πr を速さ vsinθ で割ってあげると周期っていうのが出てきますからねなので半径 r とかを計算していくためにも運動方程式をしっかり立てていきましょう、はい、ではまず加速度ですね円運動をしますから加速度がどの方向だったかというと中心向きでしたねはいそして円運動の加速度っていうのは3パターンで表すことができましたよね v オメガ r オメガ2乗 R 分の v の2乗この3つのどれかを使って考えるということでした もちろん速さと半径求めていきたいので r 分の v の2乗これを使って考えていきましょうなので加速度は r 分の速さが vsinθ ですから r 分の vsinθ の2乗ですね、はい、あとは加速度が中心向きですから中心向きに働く力この明かりの力を代入してあげたらいいだけですねこれがローレンツ力でしたローレンツ力は bqv でしたねなので時速密度の値が b 電気量の値がマイナス e クーロン大きさで考えていくので e で考えていきましょう 速さ V Vsinθ の値が v サインシータです、ね、はいあとはここから半径 r が計算できますので半径 r を求めてあげて周期を計算していきましょう、はい、では計算確認していきましょうこの式から半径 r を求めてあげると B 分の MVsinθ 周期はどうやって計算できるかというと距離割る速さでしたね。円周がが 2πR 速さ Vsinθ でしたから 距離をある速さ V イシータ分の 2πR ですね。求めた r を代入してあげると be 分の 2πm 結局はこの周期っていうのは速さに依存しなかったんですよねなので b キューブの 2πm の形で覚えてる人もいると思うんですけどもそのままそれを使ってくれても全然 OK です。はいそれではこの1周期の間にもちろん右に進んでますからその進んだ距離を求めていきましょうというところですね。 進んだ距離はもう簡単に計算できますね。さっきから何度も言ってますが右向き左向きには力がローレンツ力くが働いていませんから右向き左向きについては等速直線運動をしているとじゃあ斜め方向に V ですから右向き成分は Vcosθ になってますよねなので速さ Vcosθ で1周期この時間の間に進む時間要するに速さかける時間で距離を出せばいいというところですね はい、よろしいですかね計算の確認していきましょう速さかける時間で進んだ距離が出てきますよとそして V の値がこの V は使ってはいけないということなので A で求めた値を代入していきましょうルート M 分の 2EV ですねこれを代入してあげて計算してあげるとこのように答えが出てくるということですねはいそれでは E やっていきましょう今回ね電子が2つね打っていますから このスクリーンにぶつかった時にね光る輝くところ蛍光スポットって呼んでるんですけどもこれが2箇所あるんですよね違うところで対象なところでぶつかってますから2箇所できるんだけどもこれが1つになる時を考えていきましょうと1つになる時ってもちろんここしかないんですよねこうこう来るのとこう来るのでそれぞれねこ全然違うところになるはずなんだけどここだけは1つになりますよとなのでちょうど1周した時あるいはちょうど2周した時ちょうど3周した時にこのスクリーン上に到達していれば 傾向スポットが一箇所になるんですよということなんですねなのでここで求めた l なんですけどもスクリーンの距離っていうのがラージルで与えられているのでなので一周した時にこのスクリーンにぶつかった時傾向スポットが一つになるんですね一周した時の値っていうのがこの値だったんですねなのでラージ l がスモール l に等しければ傾向スポット一つになりますよと あるいは2周しててもいいんですね2周しててぶつかったとしてもここでぶつかったことになりますからねなので L の値が 2L でもいいですよとで今回整数 n を使ってくれって言ってますから 3L でもいいし 4L でもいいってことなんで NL になればいいということになるんですねはいでは計算確認していきましょう L が L の整数倍 NL になったらいいということなんでもう2乗していきました L の2乗ですね N の2乗かける l の2乗 L の2乗してあげると B の2乗分の 4π の2乗 ここはルート外れるだけですね。ここコサインですからコサイン2乗シータですね。あと今回非電化 m 分の e を求めていきたいということなんで m 左,左辺に持っていきましょう e も左辺に持っていきましょう m 分の e ですね。あと l の2乗で割ってあげましょう。なので m 分の e 非電化の値がこのように計算できるということなんですね。はいそれでは最後の問題 f やっていきましょう。最後 f の問題はちょうどこの n の値が1だった時にその1であることを 立証してくださいと実験によって立証してくださいということを言ってるんですね N が1ってことはちょうど円軌道を一周描いたときにこのスクリーンに到達しているということなんですねそれを示してくれということなんですけど今回与えられているのは何かというと時速密度 B の値がいろいろ変えることができるということが与えられているんですねもう内部のここのところですねよく見てあげると B の値が可変値を変えることができるということなんですね じゃあ B の値を小さくしたりとか大きくしたりすることができるので実際にちょっと見ていきたいんですが B の値を大きくしてあげた時にどうなるかというと1周した時に進む距離これ1ピッチっていうんですけどこの1ピッチの値っていうのが B が大きく分母が大きくなってますから小さくなるんですよね。なのでちょうど1周した時にちょうどここに到達してたんだけどもそれが短くなるからここら辺になるんですよね。なので中途半端なところでスクリーンにぶつかるようになるから蛍光スポットが2箇所できちゃうんですね。 なので B の値をもっともっと大きくしていくとちょうど半分のところで1周してそして2周した時にちょうどここに来るので蛍光スポットが1つになるということになるんですよね。なので一つの方法としては何かっていうと B の値を大きくしてあげるんですね。時速密度の強さ B の値を大きくしてあげてでちょうど B の値が2倍になった時にき もともとの B の値の時よりも L の値が半分になるんですね分母が2倍になりますから半分になるんですね半分になって一周したらまた半分で一周しますから蛍光スポットがまた1箇所になるんですねなので持続密度 B の強さを大きくしていってちょうど2倍にしたときにまた蛍光スポットが1箇所になれば それは N が1だったってことがわかるんですねあるいは逆にですね B を大きくしてあげてもいいんですが B を小さくしていきましょう B を小さくしてあげるとどうなるかというとこの L の値1ピッチが大きくなるんですねちょうど一周して今ここなんです B の値が小さくなるとどうなるかというと一周した時に進む距離がこことかこことかこことかになるんですよねなので蛍光スポットが1箇所になることってのはもうありえないんですよね こっちの方が分かりやすすいですよねなので B の値を小さくしてあげてそれ以上傾向スポットが1つになることがなかったらそれは N が1の時ですよということなんですね。なので2つの方法があります。まあ、どっちを答えてくれてもいいんですがそうですね B の値をどん,どんどん小さくして0に近づけてあげてそれでもなかった場合。 あるいは B の値を大きくしてあげてちょうど B の値が2倍になった時にまた蛍光スポットが現れた時このどちらかになるんですねはい、では回答まとめておきましょうこちらです時速密度の強さを0になるまで徐々に減らしていき蛍光スポットが1箇所になることがないことを確認するあるいは時速密度の強さを徐々に増やしていきちょうど2倍になった時に蛍光スポットが初めて現れることを確認する このどちらかを答えてくれたら OK です。はい。それでは E やっていきましょう。時速密度の強さが BL の時ですね。傾向スポットが1箇所でした。ただしこの時は何回回ってここに来たのかっていうのは分かってないんですね。1回目なのか2回目なのか3回目なのかっていうのが分かってないんです。で、B の値を大きくしていきました。B の値を大きくしていくってことはどうだったかというと、この1ピッチが小さくなるわけですよね。なので、もし1周でたどり着いているのであったらば、 さくしていくと次は2周目で蛍光スポットが一緒になるしもし今が2周して蛍光スポットが0になっているちょうど中心軸に来ているのであれば B を大きくしていくと1ピッチが減っていきますから次は3周目の時にここに来る蛍光スポットが1箇所になるってことが分かるんですよね。なので今回は磁束密度を大きくしていってますから例えばこれ N 周してぶつかっているのであれば 次は n たす一周して蛍光スポットが1つになっているということがわかるんですね。で、その時の磁束密度の強さっていうのが B H であるってことが与えられているんですね。なので、今言った情報ですね。あをやるときにそれものを考えているんですけど、この関係式ですね。この関係式を使った上でしっかりと見ていきましょう。 ははいでは計算確認ししていきましょう BL の時に N 周到達したとすると強くしてるので BH の時にピッチがね1ピッチが小さくなりますから N+1 州の時に到達したと考えることができますよと。はいじゃあここで得られた式をね使ってみていきたいんですが L の2乗イコール N の2乗かける b の2乗 E 分のこれこれかけ× c o s タですね。はい代入していきましょう BL の時ですね L の2乗 N の2乗ですね。こここが B のところが bl に変わってますよと。はい、じゃあ次 BH で見ていきましょう。BH にしてあげると N たす1周到達になりますから、ここの N の値が N たす1に変わってますよと。 じゃあこことここが等しいということから関係式を立てることができるんですけどももう関係ないやつね 8π とか mvcosθ とか e とかは決してね考えていきましょうじゃあ n の2乗 BL の2乗こっちは n+1 の2乗 BH の2乗が残ってますからもう2乗全部取ってあげてねそれで計算していきましょう計算した結果 n で割ってあげると n 分の n+1 ですねこっち BH をかけることになりますから BL 分の BH です はいじゃあここから整理してあげると1たす n 分の1が BL 分の BH1 を右辺に持っていきましょう。なので BL 分の BH1 ですから2分してあげると BL 分の BH-BL したがって N の値がこのように計算できるということなんですね。じゃあこの整数 N の値が分かりましたのでまた再びここに代入していきましょう。ここに代入してあげると BH-BL の2乗分の BL の2乗ですね。なので分母分身 BL の2乗が あるのでで消えちゃうんですよねはいじゃあここで m と e がありますからさっきと同じように非電化を求めていきたいので m 分の e 倍してあげると m 分の e かける l の二乗 l の二乗乗 l で割ってあげると非電化がこうやって計算できるということなんですね。はい今回はローレン強力を受けた過電粒子の運動について考えていきまましたあくまでも基本的な内容を扱っていきました。 次回は少し難しくなりますが、今回の基本的なことを使ってしっかりと予習頑張ってみてください。この動画が良かったなって人はぜひ高評価いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。